ひとつ、ええ、話聞いた俺ぎっくり腰なんてね、なってよかったわ。何でも採用がんまいやね。調べてね、採用がんまって。ええー、採用がんまっていうのはね、えっ、ー、と、今日例えば、こういう話。ああ、馬が逃げたね。あのあのラスベガスやね。モンゴルで。ああ、困ったな、言うとった、馬がね、4、5に経って、40頭連れて帰ってきたって。それが採用がんま。何があるか分からんってことね。 いいこともあれば悪いこともあると。以上。それホームレスのおさん言うとったからあのわし親の年金もらわないでね、3万5千もらわないで、毎月。うんうん、わしがテント建てようったらね、ホームレス一人寄ってきて、いい時もある、悪い時もあるって言うとったのそれ重要な言葉よ。分からんけど。今日ね、いい話聞いた、岐阜の正解。何の話かというとね、介護士が来てね、昔キャバクラでっとったらしい、新一の。で、いろいろ話し言ったらね、 座って、座って15万。すごいね。昔や、やややそうそう。昔は、やし、た,たかじがね、20年前か、座って5万円取とったけど、皆さんはこれ覚えとき、座って5万。今の、20年前ね。今は、座って15万。銀座はシャンパンタワー。シャンパンタワー40万、50万、100万シ。シャンパン100万。そういう時代です。1億のボトルもあると。ローランドは、ホストクラブ系と。ローランドのニュースから。 だからうちの店はね、あの、うちの店は何でも金かけてもい,いあの、座ったら三十万。ね、悪いの。悪いの。以上。